皆さんこんにちは。7月10日金曜日、本日は5ミニッツ番外編をお伝えをしてまいります。さて、連日衆議院においては政府提出の安全保障関連法案についての審議が行われておりまして、今日は岡田代表が委員会で質問に立たれました。そこで今日は岡田代表にこちらスタジオにお越しをいただきまして、お話を伺ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、代表、早速ですが、今日の委員会、総理とやり取りされていかがだったでしょうか。60分の、やり取りだったんですが、はい、毎回感じるんですが、ちょっと虚しさを感じてしまいます ね。国会で議論して、何かこう国民の皆さんに伝えようと思って議論しているわけです。ご理解いただこうと思って。ところが、基本的なことしか私聞いていないんですけれども、答えがまともに返ってこないということが続いて、多分見ておられた方何言ってるのか分かんない、私も聞いててもだんだん分からなくなってくるんですね、はい、いろんなことを言われて2分3分喋られるんです ね。そうですね。端的に聞いてるから端的にお答えいただきたいんですが、で基本的なこともお答えにならない、なれないのかもしれません。基本的なことについて、総理ご自身がひょっとしたらあまり理解されてないのかなと、失礼ながら、そういうふうにも思ったりしながら質問しています。でこれでは国民の理解が深まらないのは、これはある意味当然だと思いますね、なんか本当見ててもこうきちっと答えてくれればいいのに全然答えないというのが本当に続いている感じがするんですけど、今代表おっしゃったように、まさにだからこそ国民の8割がですね、はい、各社のその世論調査でも、この法案について政府は国民に十分説明していると思わないというふうに、答えているわけです、当然ですよね、でこの法案ってやっぱそもそも、その法案を出す前のことも含めてですけども、本当に大きな問題がたくさんあると思うんですけど、はい、いかがでしょうか。一番の問題は憲法の問題ですね、存立危機事態、制限された集団的自衛権の行使ということなんですけれども、非常に定義が曖昧なんですね。存立危機事態というのは日本の国の存立が揺らぎ、国民の権利が根底から覆される事態ということになってるんですが、一体これ何だと、非常に抽象的ですよね、国の存立が揺らぐ、国民の権利が根底から覆される、非常に分かりにくくて、これは個別的自衛権の時は日本自身に対する旧約不正の攻撃、これはイメージできますよね。存立危機事態は非常に抽象的であるということです。でそれは抽象的であるということは何が起こるかというと、時の政府が勝手に存立危機事態を認定して、そして防衛出動をかける、つまり自衛隊を送り出す、武力行使するということになりかねないということなんですね、現実に安倍さんは、これ総合的に判断して政府が最後は決めるんですよという答弁を繰り返しておられまして、やっぱり武力行使するということになれば当然反撃も食うわけだし、まさしく国民の命、暮らしがかかっている大きな政治の決断、それが全くこう白紙委任したような形でできてしまうというのは、これはやっぱり民主国家としては許されないというふうに思います、その他にもやっぱり後方支援の話も深刻ですね。今までの非戦闘地域という概念を取り去って で、ね、リスクは増えませんというふうにおっしゃってるんですね、私は今日そのイラクにおけるバグダッド空港における航空自衛隊の10年前の活動について、もう10年も経ってるし、情報公開できない理由はないじゃないかと、自衛隊機がどういう状況にあったのか、誰を運んだのかと、最初は荷物とかですね、普通の人員運ぶと思ってたら、どうも武装した米兵などを中心に運んでたようだということは想像できるんですが、自衛隊機もかなり危険な目にあった可能性があるんですが、そういうことを全くブラックボックスのにして、それで後方支援のその概念を、非戦闘地域の概念を変えてやりますと言われても、やっぱりまず事実を知るところからね、話は始まると思うんですね、そういう問題もあります。たくさんの中、問題がある中で、この連日、審議が、虚しくもですね、重ねられているわけでございますけれども、ただ総理はまるでこの法案が成立しないとですね、日本の平和は守れないんだというかのように答弁をされるわけですよね、全体のトーンとして、このあたりは本当にそうなのかと多くの国民の皆さんも思っていらっしゃると思いますが、代表いかがでしょうか。私自身もですね、日本の安全保障環境が変わってきているということは
認識していますし、それから日米同盟に基づく抑止力、これが重要な役割を果たしてきたし、これからも重要だというところは、まあ、総理とそんなに認識に違いはないというふうに思うんですね。ただ直接まずは日本自身が攻撃を受けるということを、安全保障環境が変わってきたのであればですね、そのことにどう備えるかということがなければならない、はい、で我々は、まあ、実際にこうどっかの軍が攻めてくるとかね、そういう可能性よりもよく言われる、まあ、偽装した例えば漁民のような形で離島を選挙にこう選挙するために来ると、で重武装していると、従来の警察では対応できない、こういう時代が一番想定されて、それにどうするかということが問われているわけです。で我々は警察と自衛隊、これスムーズにシームレスに活動ができるような、まあ、そういう 法案ですね、領域警備法、はい、まあ、これを用意しているわけですね、はい、具体的に想定されるリスクに備えるものとしてこの法案を、まあ、維新と一緒になって提出しているんですけれども、はい、まあ、これは政府の方は準備がない、でいざという時に閣議を電話でできるようにすればいいという、まあ、結局警察と防衛省の間の、まあ、調整がそのできないと、でそれって政治が一番やらなきゃいけないことだと思うんです ね。そして、まあ、アメリカの抑止力、日米同盟の抑止力っていうと私も大事だと思いますが、じゃあそのために世界中どこまでも行って自衛隊が後方支援したりしなきゃいけないのかということですね。で私はそうは思わないんです。もちろん日本も基地負担、財政も負担してますし、それからいざという時に、まあ、アメリカの在日米軍は日本のためだけじゃなくて、まあ、近隣の国々のためにも活動する、その、リタリエーションというか、その結果として日本自身が攻撃を受けるというリスクも常に負っているわけですね。そういう中で今の同盟関係があるんで、いろんなことを全部やらないとアメリカに見放されるみたいな、そういう感覚は全くおかしい。日米同盟を強めることは大事ですけれども、どこまで日本として協力すべきなのかということは、これ重要な、まあ、国益を踏まえた、はい、判断の問題で、全部裸になってアメリカの言うことを全部やりますみたいな、まあ、そういう感覚ってのはちょっと私理解できないんですね、はい、だからその今の法律で足りないところではちゃんと隙間を埋めるように領域警備法案も作っていると、はい、で全体 その日米関係を大事にしながら日本が果たすべき役割、アメリカとの関係もきちっと外交上で国益を考えながら判断をしていくと、はい、でまさにそれがよくですから、近隣有事の時にね、日本は何もしないのかって安倍さん、総理言われるんですが、もうすでに周辺事態法って法律あるんです。 そうですよね、そこで後方支援するということも決まってるんです、はい、我々はその後方支援の中身が、もう法律できて時間が経ちますから、果たして今適切かどうかということは、これは議論して、まあ、一定の方向性出してますけれども、はい、全部これね世界中に広げなきゃいけないとか、うん、そういうふうには全く思ってないわけですね、まあ、だからそれが民主党の考えである、近くは現実的に、遠くは抑制的に、はい、人道支援は積極的にということになるんだと思います。さあそれではまあ、この安保法案の審議もですね、衆議院もかなりこう緊迫した状態になってきましたけど、最後に国民の皆さんにぜひ代表からメッセージをお願いしたいと思います。まあ、メディアもですね、8割が説明がちゃんとなされてないいうふうに言ってますね。それから反対、法案に対する反対が1ヶ月ごとにこう増えてます。やっぱりそういう中で、私はさすがに野党がきちっとまとまっていれば、安倍政権としてもですね、強行採決ってのは簡単じゃないと思うんですね。やっぱり最後が国民の声なんですよ。そこがしっかりとしていればですね、私はもう一回安倍内閣が、安倍さんがこの法案を取り下げて、考え直すと、そういう可能性があるというふうに思って、まあ、頑張っているところです、はい。まあ、ぜひ国民の皆さんも声を上げ続けていただきたいというふうに思います、はい、ありがとうございました、はい、本当に一人一人が参加いただいてのやっぱり政治なんですよね。それもちろん投票に行くこともそうなんですけど、本当に国民の皆さんが声を上げてくださるということが何よりの力にもなると思います。我々民主党もしっかり野党間の、ね、連携もしながら頑張ってまいりますので、はい、引き続きご理解いただきますようによろしくお願いいたします。今日は代表にお越しいただきました、ありがとうございました。失礼します。